母ちゃんは、ちっちゃい時はどこで生まれたの？大阪？僕大阪の八尾市というところで生まれました。八尾八の尾っぽ。あ、そうです。関数字八の尾。俺は関西は詳しくないんだけど、梅田から見たらどっちの方なの？奈良寄りですね。あ、じゃ藤井寺とか。あ、そうですそうです。もう藤井寺自転車圏内、チャリンコ圏内で。あ、そう。藤井寺シニアリーグにいました。あ、そう。はい。はい、まあ、なぜそれが分かるかっていうと、やることないから大阪にいて、はい、じゃあゴルフ行こうっつって行ったら、その何、奈良の方に向かって行って、トンネル抜けたら、はい、奈良だったかなか。あ、もうそうですね、はい、あの辺がもうなんかその藤井寺とか、え、はい、この辺なんだみたいな。一番大阪の奈良寄りが八尾市とか藤井寺市、柏原市、あの辺りが奈良との県境ぐらいにあるとこですね。だからいつもあの金剛山とか、もうあの山の向こうは奈良県だと思うところですんで、あ、はい、ちょっと低い山がバーン。あったあったあった、はい、あ、それは生まれた時からそんながうるさかったの？僕ですか、はい、やーやー、もうそうです。僕声変わりの経験覚えてないぐらいです。ずーっとこんな感じです。で今思い返せば大気汚染ってあかんのかなと思って、僕ね、大阪府八尾市、まあ、大阪湾から入ってくるのかどっかから入ってくるのか分かりませんけど、まあ、空気がこう流れてくるじゃないですか。ちょうどその奈良の県境の山のところで淀むんじゃないかと思ってるんですよ。小学校の時の夏休み、エブリデイ高価格スモークサイレン鳴ってたから。そうそうです。ほんで野球の練習終わって帰る時、深呼吸できなかったです、うん、空気悪くてゴーゴーゴーってなるんですよ。変な咳出るし、目はチカチカするし、その当時ね、はいはい、でそのあたりから大気汚染や水質汚染がすごくテレビで言ってて改善されたのを覚えてます。あ、はい、え、かんちゃん何人兄弟？僕は3人です。3つ上の姉と1つ下の弟です。あ、まあ、じゃあ長男坊だ。はい、一つ下の弟は年子なんですけど同じ学年です。あ、そうなの。はい、僕5月で弟は3月に生まれたんですよ。うん、でうちの父ちゃん母ちゃんすごいんですよ。すごいね。同級生になっちゃうの。そうです、そうです、学年一緒になるんですよ。すごい、ね、長男生まれたってすぐジャンみたいな。これは僕大阪府八尾市の、僕の八尾市立九王子小学校は一個上に同じような兄弟がいて、うん、1個下にも同じような兄弟いたんです、うん、当時の大阪府の八尾市は子作り政策がすごかった。それでそれでてってれーみたいな。アグレッシブな町なんですよ。そうなんだね、はい、でもあの寡黙な桑田真澄さんも八尾市出身なんですよ。あ、そう。あんまり歌われないですけど、あの方は八尾ですとか言わないんですよ。あ、言わないね。あんまり言わないですね。なんか PL 学園出身みたいな感じだね。はい、はい、だから清原さんが岸和田じゃないですか、うん、あの桑田さんも岸和田あたり、 PL 学園のあたりかなと思われてる方が多いんです。そうそうそう、あの辺の人みたいな。八尾市です。あの桑田さん、西山修司さん、お、はい、もうその中学の時にバッテリー組まれてたんで。あ、そうなの、あれ、はい、町内会一緒っていうことですよね。で私たち八尾の一番の有名な人は天童よしみさんです。あ、そう、なめたらあかん言うて、もういつかお会いしたいんですけど、なかなかチャンスないです。あ、そう、はいはい、八尾市。八尾市です。でかいの？100万都市みたいな感じなの？いやいや、そう、何万都市やったかな、ちょっと、いや、いや、八尾市、これ言わんかった。水戸よりでかいんだろうね。でかいのかな。こういうのって大体人口さっき出てきますよね。出てくるね、はい、27万人、27万人しかいないの、水戸が。水戸は、ああ、八尾は、八尾人口、あ、似た。あ、じゃあやっぱりちょっと田舎なんだ。そうです、そうです。うちの、まあ、森からするとお笑いっていうところの人からすると水戸は東京みたいなんだけど、はい、やっぱ東京から見れば田舎じゃない。そんな感じなんだ、はい、あ、そうです。あの梅田から見れば大阪のあのビルのジャングルから小1時間経たない 3,40 分で、うん、ちょ田舎テイストがあるところです。そ、ね、あ、でそれを改めて感じたのが数年前に甥っ子たちとゴルフの打ちっぱなし行こうっつって、うん、数年前に、はい、八尾からちょっと離れた、柏原市にちょっと広いゴルフの打ちっぱなしが行ったんですよ、うん、ほんだら緑のあり方と空気のちょっともやのかかり方、朝早く行ったんですよ、うん、もやのかかり方とピタッとここに金分が止まったのを感じた時に、あ、八尾柏藤井寺、田舎の表現でいいんやと思って、ちょっと心が穏やかになりました。あ、そう、はい、金分止まる、金分がピタッと止まる、あーってやったら、もうギラギラの、ギラギラの、あれ金分って言うんですか？僕ら金分って言ってたんですけど、いや俺も金、どっちなの？金分？金分、金分、僕ら金分って言ったんですよ。網戸によくついてました、カーッと、お父ちゃん金分止まってろー、おい、足あらへんとか言って、よう言う、
無理やり引っ張ったらそんなん覚えてます。本当お父さん怖い人だったの？そんなめちゃくちゃ怖かったです。バリバリ、はい、もうさ、じゃあ行儀を覚えたのはお父さんだ。あ、そうです。はい、挨拶しなかったら人前でもぶっ飛ばされました。あ、はい、俺ね今日ね、マンション出てくる時さ、お母さんと4歳ぐらいの男の子がいて、エレベーター先乗ってて俺が後から入った時にこんにちは言うかちょっと悩むタイプなの、はいはい、できれば顔バレたくないみたいなタイプ。ああ、はいはい、いたら向こうのその子がこんにちはって言われたの。わ、すげえ家だなって気持ちいいですよね。その負けた、もうその瞬間にお利口さんだねって、天才だねって、すごいねって言ったの、はいはい、こっちから言わなきゃダメじゃんみたいなさ。あ、そうです、ね、大人の仕事ですよね。あ、そうそう、それなのに俺は今日負けた気で来た時に、ガンちゃんのそのお父さんの、はい、俺は親父が死んじゃってていなかったから、そういう、もう母ちゃん怖かったけど、はいはい、肝っ玉お母さんですね。そうそう、はい、親父の代わりまでしてくれたから、まあぐれたけど戻れたのも母ちゃんだと思ってるけどさ、でもその親父の怖さは知らないからね。はいはい、で多分あのお母様がその役割は果たされてたと思います。そうだろうな、あのデーブさんのこう周りに対する気遣い見てると、ああのお母さんお父さんどちらかの方が厳しい方やなとは僕は勝手に思ってたんですよ。そう、はい、正座で飯だとか、はいはい、あの本当厳しかったね。ねあのまあ、時代で鉄拳もあったぐらいです、うん、僕らは。あった、はい、このぐらいのさ竹の定規のさ、はい、やつなんかバリッバリになったから、毎回あっちまで殴られて、はいはい、もうほんとあの暴力は絶対推奨しませんが、当時はそういうしつけがあったんですよね。普通だったな、はい、僕一回だけあのまあ普段そのちょっと挨拶とか、うん、ちょっとやんちゃに興味持ち出した時に、父親がもう若い時から商売しながらもう拳で生きてきた人間やったんで、うんうんうん、そうならないように僕らに対するそのしつけが大人と厳しかったんですよ。うん、ほんでまあそれはだんだんスポーツをやることで覚えていき、なるほど、ある時エロ本隠してるのを母親に見つかったんですよ。そっち君ね、はい、それは母親がいつも親父が怒る係 で母親が悟る係だったので、うんうん、そこで収まるバランスを取ってたみたいなんですけど、うんうん、エロ本の時だけはお母さんの顔が今まで見たことないくらいこんな顔になって、あ、そう、ちょっとこれなんやーっつったら、これなんやドラマだ、もう金髪ものの修正なしのやつですよ。変なもんが変なサークルにいっぱい入ってるやつですよ。えこれお母ちゃんも恥ずかしいで読みやんわーってめくるんですよ。めくらんでええやんと思って、えがやんわーって木製のハンガーってありますよね、あれってもうバシバシ。何歳の時？中学生、中学校入ったら、それ見るわな。はいはい、友達とこう順番に何日ごとにこうまあやるじゃないですか。ハンガーでバッもうあまりにも痛くて逃げたんですよ。あの武田鉄矢さんの映画何でしたっけ、あれ探偵物語じゃなくて、何それも刑事物の刑事物語、そう武田鉄矢さんの刑事物語でハンガーをヌンチャクのようにクククククやっつけるシーンがあるんですよ。そればりにおかんめっちゃ使いこなして、木製ハンガーでバッキバキに来て、うち縫製業やって、こう吊るすためのハンガーいっぱいあったんですよ。シャーンって取ってダン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 逃げたらブワッて投げてガンガンみたいなみたいなおかんの木製ハンガーの操りは普通じゃなかったんですよ。驚いて金髪だからな、怒られた、はい、首根っこ捕まえて、うちの親父があの工業用のミシン座ってわーって革のジャンパーとかあのレーサー用のつなぎとか作ってるところで、うん、あんたもなんか言うてーって、もうすごいもう競技乱舞もう乱れるぐらい母親怒って、親父がわっとそのミシン台から降りてきて、あかん俺もう死ぬわと思ってたら、パッて顔見て一発バチーン、僕やっとけ、親父は男心ちょっと分かってくれた、分かってくれた、もう見たいもんな、はい、バーチン向こうやっとけ、お母さんの顔立ててね、はい、バーチン、そういうことです、そういうことです、収めんの、それでええのみたいな言うて、ええあ二度とみんな、なんか言いながら、ほんでこれがオチがあって、ある時なんかで両親の寝室のところのなんかのパッと扉開けたらしっかり保存されてたんですよ、その本が、本が父親の必要アイテムになってた。本当かな。ほんまです。はい。もうそれ大切に保管されてます。処分せずに。なんでこんな話があったんやろ。いや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 